Comfortable over here, and people who work here, and my friends, and amazing place for me to be. So amazing. I will be here every year, my whole life. So much. I love so much. 超毎日可愛い氷が。そして毎日楽しいです。アイスバー入ってきた時にお客さんの表情が変わるのを見るのが楽しい。うわ、なんだこれみたいな感じで顔がどんどんこう目がバッと開いてワクワクしてる感とかが伝わってくるとちょっと嬉しくなる。ヒロ、愛してるよ。感謝してます。愛してるよ。直してほしいところか。いや、いっぱいあるようで全然ないのかもしれない。もうな
んかこうたまにとてつもなくだらしなかったりとかとてつもなく神経質だったりとか、その振れ幅がこの前こう言ってたのになんでこれをしてるんだろうみたいなのもあるけど、でもそれがヒロさんらしさっていうか、そのヒロさんをもうこう作品作りにこうリズムを作ってるそのものなんだろうなっていうのは思ってて、本当なんかこうどうしてって思うこといっぱいあるけど、でもそれはヒロさんらしさだから、まあ本当に作り始めててシーズンの初めだから12月頃結構やっぱり神経質になってるだろうなとは思うけど、それがあんまり最近感じられないぐらいにリラックスしていて、ここ数年ですね、どんどんと楽しいっていうその空気がめちゃくちゃ出るんですよね。で、私はすごくそれを一緒に吸ってる、その空気吸ってるのが楽しくて、ヒロさんは楽しそうです最初はやっぱり6歳の時にうちの親父のが突然冬の寒い晴れた日にさ、玄関開けてさ、玄関じゃないや、あの本当に3畳6畳4畳くらいの公営住宅の庭があったんだよね、平屋でコンクリートで行ってる、そこの家の前にさ白樺が立ってて、でそこになんかそこの木の枝とか、あとなんか鉄で作ったなんかなんだろう網を筒にしてただぶら下げたりとか、実験だよね、風船を膨らまして、だからそれを僕初めて見た時にすごくそれが印象的だったんでね。でもそれが年を取っていくことに、年を取っていくにつれそのシーンで思い出すことって別なことになってきたんだよね。でそれは何かって言ったら、やっぱ自分でこう同じものを作り出して結局同じにはならないってよく言うけど、同じはできるんだよね。それよく自然を見ていれば分かるようになっていくし、でも僕が今こうしてるのはその次の使い方、味わい方だし扱い方っていうフィールドに僕が作ってるのはなってるんだなっていう自覚が今あるんだよね。でそれはただそれを聞く人によってはうちの下の床が汚いとかまだ乱雑だとかいろんなことをその言葉からイメージだから生んでいくんだけど、でも僕は選んでいかないといけないんだよね。自分のスタイルとか自分が伝えたいメッセージが正確にこれで伝わるのかどうかって。でその中には床が少し汚れてるっていうのもある時いいんだよね、ある時はでもダメなんだよね。でもそれっていうのは本当にセンスとしか言いようがないものになってきたのは、自然を使ってっていうか今日っていう日のその要素をどう手を助けることで形を変えて人が分かりやすくなってっていう風になるかなっていうのを思い出した時あたりかな。でもそこら辺から一番最初に言った子供の時にうちの親父がやりだしたって、今僕思うのはあの時僕が思ったことと今僕が思ってるのあれなんていうのかな、違うものなんだよね。それを見て今の僕がなんて言ってるんだろう、言葉難しいね。あの時のうちの親父は何かこうカチンって言って見えたんだろうなっていうのがよくわかるんだよね。それはねまるでね、本当に山道をねこう雪の日にで照明もなくでも薄ぼんやりの中でずっとこう歩いていく時のようななんかそんな雰囲気で多分から見つけてったんだろうなって
今そういうものがなんかこう、なんだろう、感じれる。で、それが多分全部があってこれらできていくから、僕には来年とか再来年どんな風になってるのか本当に僕もわからないんだよね。だからこれは面白いなっていつも思ってる。それが僕にとってのこの氷での空間、そして人との交わり方、僕自身がこの毎日のこの寒さっていうかエネルギーとどうダンスしたら何が生まれるかって、うちに来る人たちにちゃんと伝えたいことは大体伝わっているから、まあこんな感じで、そしてまたなんかその次があるんだろうね、僕の中に。それがそう見てみたいね、うん、俺の考えてる夢はかなり平和なこと考えてる。これ俺大好きなんだよね、自分のなんかふわっていうこう熱きなんかこう思いがさ、大好きなのさ、青いとかなんとかじゃなくて大好きなのさ。これがいつも出るような人生を送りたいっていつも思うんだよね。だったら簡単じゃん、この魂を見てよ、それが思う夢をどうやったらできるんだろうっていうふうに脳みそを使える。未来はさ、絶対に素晴らしくしかならないんだ。で、なぜかったら苦しみから逃れるために人は考え出すから。だから最終的には素晴らしくなるんだけれども、でもそれが参加する意思があるかどうかだと思うんだよね。だって次の瞬間っていうのはさ、誰にでも平等にやってくるわけじゃない。で、それに対しての意識じゃん。より美しく生きたい。未来は絶対素晴らしくない。そのできるだけ最初にいる方が面白いじゃん。